1977年の松根地駅と周囲約500メートル範囲。上が中トン別方面。貨物取扱い廃止及び無人化後で、側線はすべて撤去され駅舎ホーム側へ防線化されている。ここも木材搬出駅で、かつては駅裏のストックヤードにたくさんの木材が望みされていた。取り扱う貨物がなくなり、ヤードが使用されなくなって、 踏切の位置も駅近くに設置し直されている。国土交通省国土画像情報をもとに、作成松根尻駅は、北海道江差市群中屯別町麻松根尻に、かつて存在した、北海道旅客鉄道天北線の駅である。電報略号は真似。天根北線の廃線に伴い、1989年5月1日に廃駅となった。当駅が所在していた地名より、 地名はアイヌ語のマツネシリに由来する。付近に二つの目立つ山があり、それぞれマツネシリピンネ、シリと呼ばれていた。廃止時点で一面一線の単式ホームを有する地上駅であった。ホームは線路の北西側に存在した分岐器を持たない防線駅となっていた。かつては二面二線の相対式ホームを有する。 列車交換可能な交換駅であった。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は、校内の北西側に位置し、ホームに接していた。校内は、周囲より高台に位置していたため駅舎は、高床式になっており、駅前広場から駅舎で入り口までは、木の階段を登る必要があった。山の中にあった。保存されている。 松根地駅、松根市尻駅1997年時点では、地元住民曰く、個人の別荘になっており、駅舎、ホームレール、腕木式信号機が残され、ほぼ現役当時の姿を保っていた。2010年時点でも同様で、この時点で、九天北線の駅舎では唯一、現存する駅舎となっていた。2011年時点でも同様であったが、地元の人々による保存で、 駅舎は模擬展示とのことである。開口部は模造で、駅舎内に立ち入ることは、不可能となっている。現在の所有者は、敷地内立ち入り及び撮影禁止を表明している。北海道旅客鉄道展北線、中美学駅松根尻駅上駒駅線九百四十八年撮影航空写真、ABC 書籍、国鉄前線各駅停車一北海道六百九十駅百八十八ページより、 ABC 書籍、北海道の鉄道配線跡244から245ページより、ABC 書籍、北海道道路地図改定版16ページより、中頓別調子平成9年5月発行 P397-8855 書籍、鉄道配線跡を歩く、方24から25ページより、書籍、 新鉄道配線跡を歩く一北海道北東北編15から17ページより松根尻駅とは松根尻駅町。ありがとうございます